さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々元気、はい、元気です。早速なんですけど、 お二人は再利用って大事にしてますか。逆に使い捨てみたいな感じになっちゃってるからね。でもいろんなところでペットボトルだって何かに使われてるとかさ、あるよね。あります。紙になるだとかいろんなことあるよね。車だってそうだ。そうですよね。車を一回解体してシートはもう全部再利用とかね。なんかありますか。いやー、私再利用してるものパッと出てこないんですけど、なんかありますか。携帯電話とか。あ、携帯もそういうものが使われてる、はい、私結構家具とかも引っ越しのたんびに売って、うん、で買い物はちょっとそこで見て検討してから新品買うか考えたりとかしてるんですけど、はい、続いてご紹介する企業様はオフィス商品のリユース品の買い取り販売で日本最大級の取り扱い量を誇るこちらの企業様です。オフィス、そこはもったいないの宝庫である。オフィス用品のリユースによって循環型社会を構築している企業がここにある。株式会社オフィスバスターズ代表取締役社長天野太郎。オフィスのもったいないをサポートするという理念からオフィス×リユースを提唱。業界におけるリーディングカンパニーとして新しい価値を創造するべく2003年に創業。不要物を資源と捉えて再利用し、オフィス商品の販売やレンタル、オフィス作りなどのサービスを国内25拠点、フィリピン10拠点で展開している。もったいないであふれているオフィス用品の現状について天野太郎に話を聞いた。やっぱ日本は特にリースを使いまして、そうです、まあ、3年とか5年をですね、で使い終わったらもう捨ててしまうというようなのが、まあオフィスですとか法人の間では主流なんですね、はい、でそこで私はちょっともったいないと、それがですねと思いまして、それをさらに再利用して、まあ、お金がない中小企業さんとかですね、そういった方々に使っていただくようなモデルを作っております。なるほど。需要がありますよね。そうですね、うん、どうですか。全体の会社の中の 1% 以下の大企業さんがたくさんものを持ってらっしゃって、はい、でそれを3年から5年単位で捨てていかれると、はい、で残りの 99% 以上の中小企業さんについてはあまりお金がなくてそういった設備を持ってらっしゃらないと、うん、ですのでその 99% 以上の中小企業さんのをターゲットですね。なるほど。まさにそういった今まで捨てられていたもの、使えるものを再利用していただくというような循環を作っております。ほとんどがやっぱりちょっと修理したりすれば使えるもんですか。そうですね。例えば、まあ、コピー機なんかはですね、はい、まあ、何百万枚使えるのを例えば10万枚ぐらいで、うん、捨てられてしまう、まあ、残りの寿命のまだ 80% 使えると、うん、いうようなことございますね。今でも何でも直すものってなくなりましたね。そうですね、日本の中で、ね、今はですからなるべく安いものを、うん、早いサイクルで買い回すという、うん、いうのが主流になってきてるんですけど、うん、本来は日本人としては品質に非常に意識が高い、高いですよね、クオリティコンシャスな人たちなんで、やはりいいものを長く使う仕組みを利用するという方が合うと思うんですね。ですから我々もリユースに派生しまして、今新しく始めたのがレンタルも始めまして、レンタルというのはまあ中古品が回るようなものなんで、まあリユースビジネスの一環なんですね。ですからものすごくいいものをですね、まずお金を持っている方々にレンタルする、でレンタルして戻ってきたものを普通の方々に販売する、うん、それを2回3回中古で販売する、うん、で最後は海外に販売するということで、そのものすごくいい品質のものをいろんな層の方に感じていただく、うん、そういうふうな産業サイクルにしていきたいというふうに考えています。うん、外へ出して需要があるのはやっぱりアジアですか。アジアですね。アジアですね、やっぱりね。もちろん中南米ですとか、はい、アフリカなんかも需要はあるんです。運ぶのにちょっと遠いですね。遠いですよね。ですからやはり日本の中古品はアジアがマーケットですね。うん、どういうふうにして始められたんですか。そこに気がつかれていきなりもっと始められたんですか。そうですね、もともと私は商社にサラリーマンで勤務してまして、事務機器等のですね輸出のビジネスをやってたんですね。例えばコピー機とかで海外に駐在なんかもしてたんですけど、まあ、その時に日本企業としてはですね、なるべく高くて
最新のものをこう海外に輸出したいということで、まあ一生懸命私は商社マンとしてロシアですとか中国とかそういうところにこう提案してたんですけど、海外のお客様は曰くですね、いやこんな最新のもの必要ないと、なんか日本はどうやら電子機器のゴミがあふれて大変らしいって日本のテレビで見たぞと、そこのテレビに映ってたあの捨てられてるやつでいいからあれを送ってくれれば十分だというふうに一回言われたんですよ。なるほどなと、確かにそういった海外のお客様に最新のものを持って行っても、まあ、性能の 10% を使ってもらえないんですよ。ですから古いものを持っていくと実はニーズがあるんじゃないかなということに気づいて始めたのがきっかけです。社長はでももうスマホですよね。そうですね、僕ガラケーなんですよ。あ、いや素晴らしい素晴らしいと素晴らしいと、いやでもね、そういうところでね感じるものが、僕はついていけないからそうなってるんだろうけどもちょっと感じますよね。そうですね。オフィス商品の買い取り販売で日本最大級の取扱量を誇り、良質な商品をリーズナブルな価格にて提案。ビジネス資産と呼ばれるリユース品の所持数はなんと40万点以上。そんなオフィスバスターズはオフィス用品のリユース販売レンタルだけでなく、オフィスの内装工事やオフィスデザイン空間作りも行っている。空間も作られるんですか。そうですね、ですから、まあ、どなたか例えば独立されるときにですね、もう私どもに言っていただければオフィスそのものを探して作り出して、でリユース品を織り交ぜますんでコストも半分以下に収まると。あ、それつながりがあるやっぱり仕事なんですね。自然にそうなる、全く別のジャンルかなと思いましたけども、あ、なるほどね。不動産の、リユースも手掛けていまして、空いたビルが今非常に課題視されてまして、新築のビルがたくさん建つんですけども、それに伴って新築のビル皆さん移動されるんですが、古いビルがどん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 空いてきてるんですね。でこの空きビルをですね、我々リノベーションを改築して、リユース品を織り交ぜて、いろんな方々に、付加価値を上げて提供していくというようなことを今取り組んでいるところです。じゃあ宅建の免許を持っている人もいたりするんだろう。そうですね、そういうことですよね。まさにそうですね。宅建主任者が何人かいまして、いろんな社員がおられるね。そうすると、そうですね、そうですよね、工場的な作業でずっとそれをきれいに、来たものをきれいに手直ししてっていう方もおられますし、宅建のね、免許をお持ちの方もおられるし、リユースっていう結構ニッチな、ユニークなビジネスなんで、一つのものですごく大きくスケールをするというのが難しいんですね。例えば、新品のものを扱ってらっしゃる会社さんだと、ある商品が非常にヒットしたと、そうなるとその商品をたくさん作って、その商品を販売する営業マンをたくさん雇って、でどん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 営業していけばいいんですけど、我々の場合はそうはいかないので、出てくるものというのは今世の中にあるものが不要物で出てくるとなると何が出てくるかわからないです、で1個出てきてそれが良くてもたくさんあるわけじゃないので、ですからそういった商品の幅も広いし、あと一つのもので大きくスケールアップしないので、もういろんなことを幅広に、それこそ不動産からコピー機までやるということで人の幅が広いです。通常オフィスを開設するには物件決定後家具内装通信関係などを手配する必要があり、開設するまでに多くの時間、コストを要する。そのため今後の人員増加が予想されるベンチャー企業や東京オリンピックを控えてニーズが高まっている短期的なプロジェクトチーム、日本進出を考える海外の企業などには大きな負担となる。そんな悩みを解決するべく始まったツーイヤーオフィス、一体どのようなサービスなのか。お客様が選んでいただいた場所にですね、我々がもうリユース品を使ってもすぐにあっという間にオフィス作ってしまうんですね。で出ていく時もそれをただ撤去するだけなんで、安く出ていけるという気軽に入れる、まあ、丸ごとレンタルオフィスというようなイメージですね。あ、面白い。なるほどね。でそれによって逆に貸し手側としては、先ほど申し上げた空きビル問題があるので、貸し手とオーナーさんとしても困ってるビルオーナーさんを助けていこうという両面ですね。借りる方は気軽に借りれるし、貸す方も空いてるよりはどんどん頻度を高く貸せるというような両方のニーズを満たしていけるのがツイヤーオフィスです。なんていう表現がいいんだろう。すいません、ちょっとマニアックで逆で来るから面白いですね。そうですね、常に来るからね。それもリユースの技術があるから我々できるんですね。できるんでしょうね。それは例えば壁なんかも今は我々リユースで構築してます。壁、いわゆるこういう壁ですね、
壁をですね、普通は新しく作って、はい、それをばらして解体して捨てるんですけど、はい、我々の場合は、壊す時にあときれいに取り外してですね、また新たな建築の時にそれを切ったり継ぎ足したりして使うという技術も今持っております。ですので仕切りを作ったりとかする時も、はい、簡単にリユースできちゃうんです。そんなことできるんですね。そんなできるんですよ。発想がありませんでした。本当は壊して捨てた方がまた作れますから、はい、儲かるですよね。廃棄物はたくさん出ますけど、はい、今そういう社会になってますよね。今そういう社会です、はい、我々としてはまあ環境にも優しいし、あとユーザーもそれを望んでる、あと貸し手側もこれからは困るんで、空きビル問題があるんで、そこをミックスしてなんとかリユースでも回せるような構造にしたいという意味で仕組み作り、そこが一番難しいところですね。体だってそうだもんな、直し直しさ。そうですね。これでもこれしかないですから。これしかないしね、はい、本来はそういうもんなんだけど ね、 ね、時代にはまりますね、これ。そうです ね、 ね、これからやっぱり求められてますよ ね、 ね、地球の人口もう100億人になってきますから、うん、そうすると中国とかインドでですね、皆さん携帯電話2台ずつ持ったりとか、あとはオフィスも立ちまくって工場も出来上がりまくるじゃないですか、うん、そうですね、そうすると今までみたいにさすがに建てて捨てて新しくするっていうのは限界が、資源的にも環境的にも限界くると思うんですよ、ね、その時にやはり今あるものを使い回す産業っていうのが、まあ、30年後50年後にはもう必ず大きな産業になってると思うんですよね。今後の目標って何ですか？世界的にですね、その B2B 法人間のリユースを当たり前のものにして、僕らがリードしていきたいというふうに考えております。もったいないですもんね。そうですね、はい、やはりもったいないという気持ちと、まあ、経済と両立していくというところで、うん、GDP を上げてですね、新しいものを作って、うん、豊かにもならなきゃいけないと、そういうことですよ ね、 ね、 だからそこがベースに必ずありますよ ね、 ありますね。だからこそこちらサイドがあるっていうところも考えの、これをもったいないとこう両立していくのがすごく難しいし、ね、まあ、逆に言うとアーティスティックで結構面白い、面白い、人間的にはほら発明したりさ、便利なものだとか、そういうものは自分を高める上でも一人の人間としても高めていかなきゃいけないけど、その逆のねところもちゃんとやっていかないと。そうですね、だ文明的には先に進んでいいわけですよね、いいです、それで豊かになって、これは正しいと思うんですね。ただしそこで確かに地球温暖化も進んでるし、そこが何か違う構造も新たに今両立させていかないと、まあ続いていかないっていう現状ありますね。本当そう思う。最後に天野さんの格言をお伺いできればと思います。多様性の需要、これは我々の人事の理念でもあるんですけども、人は一つの才能で活躍するものじゃなくて、いろんな才能があっていいんじゃないかと、あといろんな強みといろんな弱みがあっていいんじゃないかと、いろんな人種の方がいていいんじゃないかと、そういった中で新たなリユースを軸にした、まあ、違う発想の仕組みを作っていければと思ってますので、まあいろんな人にですね、当社入社いただいて、まあ、特に個性的な変わった人がいいんですけど、そういう人にご入社していただくのが非常に嬉しいということで、まあ、多様性の需要をですね、私自身人生のテーマにしています。浜さん の、 社長の会社ではどこかにはまるんだよ多分ね、はい、そうです、はい、おっしゃるとです、ね、どこかにはまるんですよね。逆に言うとどこかにはめるのを見つけるのが私とか経営者の仕事かなというふうに思ってます。多様性の需要ね、面白い、はい、浜さん浜さん時代にお作り上げていってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、はい、ミシェルさんは、うん、まあ、サッカー教室とかでお子さんなど育成とか教育するときに心がけてることってあります？いやー、まあ自分でね、こう自分のストレスだけをバーンとこうぶつけないように、うん、ちゃんと向こうの気持ちになってね、子供たちの気持ちになって気が付かせるように伝えますよね。だから相手を汲み取ることって大事ですか？もちろんそれはね、一応ね、いろんな経験してきてこんだけおじさまになるとですね、少し考えるようになるんですね。なるほど。ありますか？いや私そんな
教えすることとかあんまりないので、自分からわからないですっていうことをすごく発信することは得意です。わからないですって発信すること？教える方からすると、あ、こいつわかんねえだなってこういうコンタクトは取りやすいかなと。そうかそうか、はい、どっちつかずじゃなくてね、わからないときは正直にっていうね。そうです、悩んでるのかなじゃなくて、あ、わかんねえんだなっていうふうに思ってもらえると思います。はいはい、正直なんですよ。ということで、続いてご紹介する企業様なんですが、意識改革から行動改革へを信条とし、接遇力向上を図っています。こちらの企業様です。はい、人材。それは企業にとっての財産である。接遇力の向上により、顧客の心を動かす女性がここにいる。株式会社モアグロー代表取締役浜田純子。元キャビンアテンダントの経験を生かした接遇マナー研修や管理職研修、社労士業務としての労務相談やハラスメントセミナー、これらを組み合わせることにより従業員満足を高め、顧客満足の向上へと導く。これがモアグローの強みである。マニュアル通りの接客ではなく、従業員一人一人が本来持っている気づきや温かい心遣いを引き出し行う接遇力について浜田純子に話を聞いた。もともとは CA、はい、キャビンアテンダントさんだったんですよね。はいはい、小さい時の夢が叶ったというような。おっしゃる通りなんですよ。あ、そうですか。もう中学校頃からの夢で、はい、幸運にも叶いました。うん、いいですよね。そこからどういう経緯で今のお仕事につながっていきました？最初社会保険労務士を目指したんです、その後にマナー研修をしてるっていう先輩を知りまして、はい、でその過去の CA の私 の, あの経歴が活かせるんじゃないかっていうところで始めたのがきっかけです。あ、なるほど、はい、なるほど。おもてなしの心で。おもてなしの心あるもんね。でもなぜ社労士だったんですか？私しばらくCA をやった後に家庭に入りまして、はい、責任がありますので、ね、はい、ある程度大きくなるまで子育てに専念しておりまして、ところがやはり外に出たいっていう意識はもう本当に家庭に入ったすぐからあったんですね。で、ある時期を見計らって出るんですが、かなり家庭にいた時間が長かったんです。何年ぐらいありましたか？社会復帰には大変な、大変な時間ですね。そうですね、はい、なので何かやっぱり資格、国家資格を持ちたいっていうふうに思ったんです。はい、でも、ね、やろうって思ったっておっしゃってましたけれども、かなり大変ですよね。でも私にとっては第二の人生はこれしかないって思ったので、結構勉強しました。それでも一発で、はい、合格です。さすがです。素晴らしい。でもその思いだよね、やっぱり、もう一回社会復帰だっていう時の思いですよね。強い気持ちが終わりになるでしょう。はいはい、資格取られた後っていうのはどのようにされたんですか？はい、まだ子供がそんなに完全に独立してはいなかったので、短時間、よく言えばパートタイムですよね、のような形で先輩の社会保険労務士事務所に勤めて、そして実際の実務の勉強を2年ほどしました。そこから独立ゼロからだったので、社労士としてのお客様をいただきたい、欲しいっていうのがあったので、そっちでこう営業にかなり苦労しまして、それをやりながらマナーができるっていうことに気がついて、一緒に始めたんです。実際コンサルに入った会社さんですとか、企業様ですとか、研修された企業様の反応っていうのはいかがでした？そうですね、最初の頃はそうでもなかったんですが、だんだんこう回を重ねるに従って、新人研修とかマナー研修をした会社様でも、やはり社内のトラブルってあるんですね。やっぱりパワハラだなんだって、そうすると、ここでも管理職のパワハラの研修もちょっと聞いてみたいとか、コミュニケーションについてちょっと相談していただいたりとか、そういうつながり方はしてきたなと思います。近年社会問題として注目を集めているパワーハラスメント、いじめ、嫌がらせに関する相談は年々増加し、平成24年度には相談内容の中でトップとなった。15年度から25年度の10年間でなんと5倍以上に増えており、引き続き増加傾向にある。そんなパワーハラスメント問題についての浜田純子の考えとは。パワハラっ
っていうふう限定するものっていうのはなかなか私たちがこう決めてしまえるものではないんですね。状況等々もありますので、うん、ただ研修の中でよく私が一つの事例として出すのが、話し方の上手でない部下が、はい、まあ、あの上司のところに報告に来たとします、はい、でそれを聞いてあのこう忙しく仕事をしている上司が、うん、その部下の方もろくに見ないで横目でちらっと見て、え、それで何が言いたいの、え、結論は何みたいな感じで、うん、あの言うことって多いと思うんですけれども、あのやっぱりそういうふうな日々の態度があの積み重なると、まあ、本当に下手なんですけど、報告が下手なんですけど、こう感情的に自分のことをこう受け入れてもらえなかったっていうふうな気持ちが強くなると思うんですね、うん、でこれがやはりこう重なってくると、その上司ももっとこう積もり積もった時にバッと一言もっと強い感情で出てしまうこともある、要するにまあパワハラにつながりやすいこともありますし、こうちゃんと相手を見て指導をする、やっぱりこっちにシフトしていかなきゃいけないなっていうのはよくお話しします。その成長がなくなりますよね、はい、おっしゃる通りです。悪い指導者はそうですよね、はい、怒ってるだけでね、はい、するべきことを言ってくんないって、やるべきことを言わないで、はい、もうただ感情でバーって言ってるっていうね、はい、いっぱいいます、そういうサッカーの指導者でも。あ、いっぱいいます。そうですか、うん、はい、マナー研修もされてるってことだったので、はいはい、まあ、どんなことを心がけて、またどんな研修されてますか。一般的にあの元 CA でマナーやってるっていうと、美しくて丁寧な言葉遣いでこうしなやかなっていうふうなイメージを皆さんお持ちになるんですけれども、私は実はそういうマナーって全く興味がなかったんです、うん、ところがあの実際に社会保険労務士として企業に入って労使トラブルをいろいろ見て関わっていくうちに、やっぱり根底にあるのはやっぱり上司と部下のこう人間関係にあるということに気がつくようになりまして、はい、でそこをやっぱりこううまくいっていれば、あの例えば先ほどみたいな態度を上司がとっても、あ、この人はこんな態度をするんだけどいい人なんだって分かってれば、それで何でもない。そうなんですよ。なぜマナーが必要なのかと、その意識ですね。でこのお客様が喜んでくださるから我が社は儲かるんだ、顧客満足度を得られるんだっていうところに、やはりあのポイントを持っていって意識を変えて、マナーは当たり前のこう綺麗な形だけではなくて、その人に合わせてやはり表情だとか出し方って出てくると思うんですね。でそこのところを大切にしたあのマナー研修、より自然でより人間的でっていう、人間的でところですよね、はい、でその仕事その業種にちゃんと合ったあのマナーっていうか心遣いですね、そこのところをあの重点的に私はあの考えてやっております。よくまあいろんなところに行くんだけども、はい、この部屋でその挨拶はでかいだろうっていう、それもマナーですよね。何でも挨拶声がでかかったりさ、はい、あ、こんぐらいだったらこんぐらいの声のトーンにしなきゃいけないとかありますよね、本当にね。そうですね、そこまで頭下げなくてもいいだろうって、はい、こっちがどうしていいか分からなくなるよっていうところがあったりしますよね。やっぱそういうことですよね、はい、でもね、そうですね、はい、実はマナー講習をするようになって、はい、あそうだったんだって自分自身のことをこう思い返すことがあるんですが、うん、はい、機内ってあのお客様がいらっしゃる時も乗られる前もいろんなことをやるんですね、はい、で一つ一つ報告っていうのが徹底されてまして、はい、あ、これ了解です、あれ了解です、これやったって、あ、了解いたしました、これやってね、はい、わかりましたっていうふうに、うん、了解ですっていう言葉をもう本当に使うんですよ、先輩との間で、うん、お客様には使いません、さすがにお客様には失礼なので使わないんですが、あの今マナー講習をしていて、了解ですは上司とかお客様には使っちゃいけない言葉なんですよというふうなことを、あの言いながら自分は昔使ってたなと思ってるんですね。でも言いがちですね、私慣れてくるとね。なのでその職場の中で、あの業務の中で使うには全く問題ないと思うんですけれども、まあ、正式にはいけないんだな、やっぱり結局マナーがいいっていうのはイコール心配りが本当に行き届いてるとかで、それがイコール信頼にもつながってくる。やっぱり変わっていきますか、どんどん人っていうのは。そういうご指導される上でマナーとか、あとその意識を変えるっていうのは、あの1回や2回では変わらないんですけれども、会社の方がこれを徹底してやるんだぞっていう旗揚げをして、そしてこう継続的にずっとやっていけば、本当に2年3年するともう変わったことがその風土になってしまっているっていうことがやはりあるので、私なんかも嬉しく思うんですけれども、会社行くともう雰囲気がもう違います、自然と変わったねっていう。そうなんですよ、これって2年前に私が初めてこうした方がいいですよって提案指導したことなのに、もうみんなそれが当たり前だと思ってるっていうようなことを時々見つけるんですね。嬉しいですね、それ嬉しいですね。これは本当にあるのよね、違いがね出てくるんだと思うな。
行かせていただくところところでも全部違いますね、色っていうのは。あ、色がありますね。色ありますね、はい、会社のね、はい、今は関東中心にマナー講座などはされてるんですか？いえ、一応全国展開でご依頼があればどこにでも、はい、もともと飛び回るのが好きなので、はい、いつも飛び回っちゃうからね喜んで行ってます、はい、やっぱり業績アップとかにもイコールつながってくるものですか？つながりますね、うん、ダイレクトに個人のお客様と関わる業種の方などは感覚が変わってきますので、そこで顧客満足度っていうのはやはりガッと上がってくるかなって思います。そして今日は浜田さんがお書きになったですかね、うん、本もお持ちいただきました、はい、接遇力、接遇イコールマナーではない、うん、業績向上の鍵はマニュアルに縛られないおもてなしの心にあり。どんな内容の本になってますか？もう私 の、 日々のこう思い、意識を変えてそれを行動変革につなげていきたいっていうところを中心に、具体的な事例なんかも挙げながら書かせていただきました。接遇力は気づく、聞く、届けるでできているっていうね。気づけなかったりするんですよね、心がそちらに向いてないとなかなか気づけないですね。今後はどんな目標を掲げていらっしゃいますか？パワハラとかそちらの方が、メンタルヘルスも含めていろいろ問題になってきてますので、やはり管理職の人にリーダーシップの取り方ですとか、あとコミュニケーションの取り方、意識を変えていただくことで信頼関係を作って、本当極端な言い方なんですが、社員がみんな仕事はきついけどでもみんなで頑張って達成感を感じてやりがいがあるんだ、仕事は楽しいんだと思えるような職場環境を作っていきたいんです、素晴らしいよね、はい、我々の時みたいに上がただついてこい、じゃあついてこないからな、今ちゃんと具体的に説明したり、今はそうですね、ものの言い方をきっちりしないと、なんだあの上司っていうことになりますもんね。でもついてこいって言っても構わないと思うんですけれども、そこにやはり日頃からの信頼関係で、自分のことをすごくいい、よくしてくれてる、受け入れてくれてるんだって思えるような関わりでしょうか。そういう関係ができたらでも素晴らしいですよね。素晴らしいと思います。最後になりますが、浜田さんの格言をお伺いしたいと思います。思いと自信と日々の行動が夢を引き寄せる。綺麗ですね。はい、日々の行動ですよ、はい、ますます日本中飛び回って、はい、素晴らしい経験をされることをお願いしてます、はい、ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。相続、それは一生のうちで誰もが一度は経験しうるもの。財産のあるなしにかかわらず、決して他人事では済まされない大切なイベントと言えます。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、わかりやすい相続税、贈与税と相続対策。この本を書いたのは税理士の加藤敦史さんと司法書士の山口さとみさん。さまざまなケースに対応できるよう、相続財産の評価や相続税の計算手順を図解やチャート、書き込み式シートで分かりやすく解説。これから相続対策に取り組む方には必見の本ですよ。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。